本人っていうのは世界で一番素晴らしい人種でしょう。なぜかっていうと律儀、それから嘘は言わない。でもね、今の日本人と昔の日本人と比べるとなんか雲泥の差っていうような感じがいたします。日本の軍隊が外国に行くときは一番いい軍隊を派遣します。ゲートルを巻いて、置いてきちっとした制服、鉄砲をきちっと持って、ここで足並みを揃えて歩くんですよね、威風堂々と。それがね、人に与えるには信頼していいっていうような信頼心を持たせますよね。ところがそのね、兵隊さんたちは子どもたちにとっては非常に優しいの、うん、そういう、だから今の人が昔の人間が悪かったとか兵隊が悪かったとか、今の人たちの頭の中をもう一度さらってあげたいくらいです。なぜかというと兵隊さんは国を守るために命を捨てるために捨ててきたんです。家庭を捨て、子供を捨て、両親、妻をこう捨てて自分敵地にね派遣されていた。自ら戦争したくてしたいんじゃない、国を守るため、国境を守るためですよね。その兵隊さんたちがなくっちゃ今の日本はもうとっくの昔に白人のね世界になっとったでしょう。第二次世界大戦があってこそ東洋は守られてきたんです。二次世界大戦というのはね、西洋と東洋の戦争だったんです。白人がいわゆる東洋人をね、ないがしろというような攻めて自分の国にしたいがために、日本に対して全ての食料とか石油とかそういうねインフラの原料はストップしてしまった。その時日本本土に住んでいる日本人は非常に貧しかった。お金がなかった、食物もなかった。そのために大戦が起こったんですよね。その大元は白黒、違う、有色人種と無色人、白色人種の戦いだったんです。日本があって初めて東洋が救われたということは皆さん知ってもらいたい、今の若い人に。それに比べるといわゆる今のシナ人、国民党の兵隊が来た時の大変さとも比較してみたら、それはねエンゼルと悪魔とのくらいの違いがあります。皆さんはそういう目に遭ったことないから、いわゆる伝え話に耳をこう木を取られて日本の兵隊は悪かったんだと思うけれども、日本の兵隊ほど素晴らしい兵隊はこの世にないと思うよ。それがなぜ日本が戦ったら悪い、外国が戦ったら当たり前、そういう話はどこにあるのかって私は聞きたい。教えてる人間にね、じゃあ君は日本の兵隊は悪いことしたら悪かったって言うと、その証拠を出せるかって聞いてみてちょうだい。よろしいでしょうか。今のね日本人はあんまりにもそういう昔国を守った人たちのために考えたことがないでしょう。靖国神社参拝が行けない、なんで行けない、国を守ってくれたその守り神をねありがとうと言えないの、それは動物ですよね、人間じゃない。なぜいけない、それに従う人間もお役人もねちょっと頭がいかれてるんじゃないかと私は思う。それから悪い悪いと教えてる先生っていうのは、自分がその時代のその時代の当時の人間になってみて戦いに行かなければならない時、あなたはいわゆる脱走兵になるのか、外国に逃げていくのか、つまり外国に逃げていったってあなたは死んでしまうんだよ、日本人というのならば。みんなで連合して日本をいじめようとしている時に立って守ったのがその兵隊さんじゃなかったんですか。国家を立っていけない、教育の直後はセロ、それは何ですか。私は言いたい。じゃあ例えば日本が悪いというのならば、どうぞ好きなお国に行ってくださいって、私、あなたたちはなぜ言えないの。